でこっちが鈴鹿大学の正面玄関ですね。こんな感じなんですね、正面。でここは大学のバス停か。スクールバスも走ってるのかな。なるほど。多分近鉄方面からのアクセス工業でしょうね。鈴鹿大学、車高か。中部自動車学校のね、バスがこっちに来るんですね。はあ、もうバスがあったら乗っちゃうよ、山田さん。山田さんバスだったら乗っちゃうよ。まんま疲れてるよ。ないよね、ないね、うん。ここからバスが増えることないよね。はあ、じゃあどうしようかな。まあとりあえず駅構内にある名所案内は完成しましたし、おー、ちょっと地図消しときますけど、どうやらこの時ショートカットできる道があるみたいなんで、そこ行ってみましょうか。であとはもう中瀬トイレで行ってみましょう。ここは大学の施設じゃなくてみんなが使える公園なのかな。里ヶ丘自然公園ってなってますね。なるほど。でこれは何、特定領具使用禁止区域。すごいですね、物々しい。かっこ10、うん、そうですね。サーテンハンティングエクエリメントエリア、離れて遊ぼう2メートル、結構な距離取ってじゃんけんしにくいね。こんだけ離れてるともはや最初にねチーム分けする。さあで、どこ、ここかな、曲がれるところがあるらしいんだよ。ここっぽいな。あ、車が来たからここっぽいな。ここからさっきの中瀬湖の駅前にショートカットできるらしいです。あるね、交差点、確かに。どこに出るんですか。地図見た感じかなりショートカットできそうですもんね。まあまあそんなに急いでもないんですけどね。あ、ちなみになんやかんやとずっとあれですね、あの S 帯のサーキットの音は聞こえるには聞こえるんですね、この辺りでも。距離はだいぶ離れてますけどね。ちなみにこの辺り通透あれですよね、鈴鹿の結構キワキワのところですからね。ここは何、英会話、英語教室なの。クイーンズ、絶対ブリティッシュでしょうね。クイーンズって言っちゃってますもんね。あれ、オイル洗浄のやつ？オイル洗浄の循環器かな？違うよな、多分違うな。あ、このままストンと出れるんだ。あ、こんなところに自販機もあるし、飲み物はね、アホホーになってますんでね。あ、なんならここ川辺町ってことは、津か。一応もうここは津市なのかな。なんかあるんじゃ分かんないね、あんま聞けないけど。ああ津だ、ここは津市なんだ。
その先は多分鈴鹿だわ。あの鈴鹿市だと鈴鹿ナンバーになりますからね。見てみると、そういえばこっそり三重ナンバーになってるわ。この辺りは。逆にもう三重ナンバー地域の方が減ってますもんね。桑名稲部と津とか、ああまあ南部は三重ナンバー残ってるか。伊勢島がね、全般的に伊勢島ナンバーになったし、鈴鹿はもともと鈴鹿ナンバーって結構昔からあります、前からありますね。四日市も独立しちゃったんで、これで、ね、あ、へえ、こんなショートカットできるんだ。車に送迎するときは便利っぽいですね。あ、でもそこ三五六のとこったら、ここはギリ鈴鹿382やから、鈴鹿か、そうやね、ここはもう鈴鹿なんだ。あああ、気がついたら早く鈴鹿になってるんですもんね。あれでもここ川辺町になってるな。あれ？あ、でも、ああ車にナンバーが鈴鹿ナンバーになったもんな。そこの交差点が鈴鹿台なのか。な？あれ？川辺町ってあれ？どっちだっけ？あれ？あ、そうですね。わかりやすく。この地図分かりやすい通りかも。ずっと寄って現在地があって、この白くなってるところは津のはず。ギリギリ。あ、だから鈴鹿で鈴鹿だのかあの津なの？あれギリあれ違ったっけ？もういいや、分かんねえよ。これでご当地系って言ってんだから怖いよね。それはね、他のご当地系でやってるね。チャンネルにね、大きく差をつけられるわけでございますよ、ね、いい運動になった。待って、もうトヨトウェイの前歩くのもきついな。結局せえか、めっちゃ悪いけどめちゃくちゃ面倒くさくなってきたな。どうしてかな。戻ってきた。こっちにサンモールとかはこっちの方にあるんですね。なるほどね。あ、便利な住宅はいいですよね。戸崎とかそういうの辺はいいんでしょうね、こういうところが。あんまりそういう観点で物を見ない人なんてね、一人見たと。そう、職場はね、その難しいんですけど、自分の働いてるところは独身が多いんですけど、行ってる現場先のところはね、結構やっぱ自体持ちの方が多いんですね。